人生のシナリオを読める人、読めない人。思いを持たない人生というものを想定することは難しいと思います。私たちは夢や希望をたくさん持ち、それを実現させることは立派なこと、素晴らしい人生なのだと教え込まれてきました。ですが、何度も言いますが、私たちの人生はもう決まっているようなのです。こういうことをやるためにこの世に生まれてきたということが自らのシナリオによって決められているようです。その流れなりシナリオなりが読み取れる人もいますが、読み取れない人もいます。読み取れない人には共通項があります。それは、好きなことはやりますが、嫌いなことはやりません。夢や希望のためには努力を惜しみませんが、それ以外はしません。という意味で、自我がものすごく強い人です。反対に、流れが読み取れる人というのは、そうした自我がほとんどない人です。いつでもやるはめになったことはやります。自分がやらなくてはいけないような状況になったら、笑顔でやりますとお任せができる人です。お任せをしていない人は、ほとんど流れが見えてこず、お任せをしている人は流れがよく見えてくるのです。